ただ透明度の高いところはこの黒が言うたら影響して黒になるんですけど、ではその他の例えばこういう角とかっていうのは白っぽくなる。ちょっとそろそろ塗りをしましょうか。ありますけど、意外まあ場合もよりますけど、この透明度をかけるときっていうのは、まあ暗い、一旦暗めのやつを置いてから明るいものをしていくと、うまいこといきます。と、逆に下げてもいいかなと思って。もう少し下げて、いや下げて。もう少し上げましょう。まあ、伸びます伸びます伸びます、伸ばすんです。だから今特にテレビ入れたんで余計ね、こうサラサラしてると思うんで、ね、許可に使ったり黒で避けたり、ちょっとね青はかなり多いですね。青多すぎます、はい、赤いです。いや、焦げちゃおう。で、まあ、余計通したんだけど、もうこっちにね、もうこのこれとあとコバルトだけ。先生、前のその、あのバッグの色の、はい、この下地と同じ色になったらあかんわけですか？あ、それはいいです。で、この黒と、で、今回ここ結構広いので、ここっていう空間で、ここ明るいっていうトーンを作ってもらってもいいですか？はい。そこは薄く塗りましょう。これで、まあ、また様子を見ると。今こういうとこグレーってくるような意味で、だからこれにローアンバーとコバルトブルーを混ぜると困ったので、でもいいですよ。片手つまうに入っちゃってる。で今影を入れて暗くしたんですけど、今ペンフレーなんですね。ですからね、ペンフレーってどうしてもやっぱりちょっとこう暗くしてしまうので、この場合でしたら逆にセルジアンブルーにちょっと赤茶色を混ぜるやつをかぶせた方が良かったかなと思うんですけど、でこれがよく考えるとここに繋がってるんですよね。このボコボコしてるやつもね、そうですね、繋がってるんですよね。だから形って意味があるんですよね。繋がってるんですよね、ちゃんと。で、今度で影だけちょっと入れたら、はい、もう一回ね、ちょっと溶かしたやつでこの影をもう一回ね、この影に対しての影、あ、はい、それで言うたらこの対と偽面というかその天板の距離感の説明にもなりますから、はい、それだけあったら3入れて終わりましょうか、はい、あ、そうそう、これです、これです、ね、触ったらもうパッと乗せる程度ね。もうね、これイエローですか、これと、これ何ホワイトですか、普通のホワイトのこれを水彩のガラスはちょっと旅行してます。
この真ん中が少し退屈なので、はい、ちょっと見つめたら何か見えないんですか。あ、赤もうちょっと行け。絵に合ってますよ。まあ、おしゃれな、おしゃれな感じ、はい、うん、この階にもよく目を細めてよく見たら明るい、おそらくここが